背番号4番の甲斐健太郎です。よろしくお願いします。そうですね、やっぱり、リーグ戦が再開して、3試合戦いましたが、1勝2敗と、あまり良くない展開で、やっぱり一つ一つのプレーであったり細かい部分を詰めていって、いいところは試合で良かったところはそのまま継続してもっと良くするために練習して、ダメだったところをみんなで話し合ってより良くするようにできるような練習をしています。より細部に細かい部分にこだわって、一つのパスであったり一つの、球際であったり、そういった部分に一人一人はしっかりと向き合って安野監督のことしっかりやれてるかなと思います。コンディション的な部分でいうと、やっぱり走れる試合と走れない試合、簡単に言いますけど走れる試合と走れない試合がやっぱりあるし、そういった部分で、より激しく強く強度を上げてギアを上げていくっていうのを、エンジンを回せっていう言葉を選んで言ってくれてるのと、やっぱりメンタル的にも、今順位が首位と勝ち点5差、やっぱりここから1段階2段階3段階とギアを上げていかないといけないっていう部分で、より強くアクセルを踏んでもっとエンジンを回していこうっていう監督が伝えたいことだと思います。監督、選手、チームや会社は一丸となって、優勝J2 昇格という目標に向かって戦っています。相手がいるスポーツなので、良かったところや悪かったところを、みんなで確認であったり修正をしっかりしている段階なんですけど、でもやっぱり結果を出して、今僕たちチームがやっている取り組みがしっかり正しいっていうことを証明したいですし、僕たち選手を信じてその目の前の試合に勝つための戦術を与えてくれている監督に、期待に応えていきたいですし、今まではやっぱり応えれない試合もあったんで、やっぱりそういったところを、自分たちがしっかり力を出して一試合一試合戦っていきたいです。やっぱりここからシーズン終了までは、毎試合休みなく毎週試合が続くので、コンディション調整であったり、やっぱりいろんな相手が来るので、ここからの総合力、チーム力が試されると思います。優勝に向けて、まずは10月末までの6試合を、もう一つもこぼせない状況なので、1試合1試合しっかりと目の前の試合にしっかり勝っていきたいですし、より強くよりハードに戦っていきたいと思います。毎試合毎試合、クラップだったり試合中のワンプレーワンプレーに対するリアクションは、ロッカールームや、いろんなところで選手も話していたりするんで、しっかり受け取っています。いいプレーに対する拍手はやっぱりものすごく勇気が出ますし、いつものように迫力あるクラップと拍手で、後押ししてもらいたいです。ただコロナ禍でチームとファン、サポーターさんとのコミュニケーションが少なくなっているこの状況で、僕たちの思いであったり、いろんな思いを届けきれていないということはやっぱり感じることも多いですし、それと同じように逆のパターンで、ファン、サポーターさんの気持ちを僕たち選手側も正しく理解できていない時もあるんじゃないかなって、思うこともあります。でもそんな中でもポジティブなニュースで、これから部分的ではあるんですけど、練習見学がこれから再開になるって聞いています。実際に練習を見てもらって、僕たちの優勝に向けた熱意であったり、そのために
どういった練習、どんな練習をしているのかを感じてほしいですし、見てほしいです。それと同時にファン・サポーターさんの悔しさであったり喜びをチームがもっと受け止めて、みんなで喜び続けるための戦いがしたいですし、皆さんと共に、喜びを分かち合いたいです。選手、サポーターっていう、なんていうんですかね、そういう枠組みはもう関係なく、一つのファミリーなんで、ファミリーの目標はもうただ一つ、優勝、J2 昇格なんで、そこに向けてお互いを理解して、もちろん、甘えてるつもりもないですし、そこに依存したいとも思ってないんで、対等に手を取り合って残りのシーズンを戦っていきたいと思います。僕自身、FC 岐阜に在籍させてもらって、特別視点も含めて、6年目になるんですけど、やっぱりこのシーズン最終盤、調子が上がっていかない、最後にギアが上がっていかないっていうシーズンを過ごしてきているので、そこはやっぱり、他の選手も感じているところはありますし、そういった FC 岐阜のなんか悪い流れっていうか、そういったところを、みんなで変えようと今、話し合って努力しています。やっぱりこれから苦しい戦いであったり、しんどい戦いっていうのは絶対待っているし、絶対に来ると思っているので、やっぱりそこでそれこそ選手、サポーターっていう隔たりなく、みんなで戦い抜きたいし、戦い抜く姿を見てほしいし、そこで勝ちきれるチームになるので、そういったいろんな選手が自分の特徴であったり苦手なプレーも、しっかりやるんで、そういったひたむきに向き合う姿勢を見てほしいです。よろしくお願いします。